こんにちは、マサです。今日は FRB の株主は誰か、そして日銀との大きな違いについてです。FRB はアメリカの中央銀行なんですけど、12の連邦準備銀行の連合体です。ボストン連銀、ダラス連銀とか12の連銀があるんですけど、中心的な連銀がニューヨークです。 日銀が為替スワップで提携しているのもニューヨーク連銀だし、日銀の金が保管してある場所もニューヨーク連銀です。各連銀は株式を発行する法人なんですけど、株主は公表されていません。しかし、ニューヨーク連銀に関しては、1983年時点の 株主は分かってます当時の最大株主はシティバンクです。15%です。そして、チェース・マンハッタンとモルガン・ギャランティ・トラストは今で言う JP モルガンです。ですから、結局は JP モルガンが最大株主です。多分今もそうだと思います。アメリカ政府は、 株主になっていませんから完全に民間銀行です。その民間銀行の連合体が FRB です。FRB はほぼ毎月1回会議をやってるんですけどメンバーは12人いるんです。ここで利上げします、利下げしますとか話し合ってるんですけど基本的には 多数決です。総裁によって考え方は違うんです。ローガン総裁とカシュカリ総裁はいわゆるタカ派です。そしてグールズビー総裁とハーカー総裁はハト派です。そして議長は中道です。それはどうでもいいんですけどとにかく民間銀行の集合体が政策を決めているわけです。 現在 FRB はアメリカ国債、そして住宅債券なんかをたくさん持ってるんですけど、ピークでだいたい円換算で1300兆円持ってました。現在はちょっと下がってるんですけど、それでも1200兆円ぐらいです。米国債の利回りは10年で4.22%、 2年で5で5%す。全てがアメリカ国債ではありませんけど仮に1,200兆円が全てアメリカ国債だったとすると4%で48兆円ですもちろん国債を売った時の損失もありますから丸々入ってくるわけではありませんけど状況によりますよね FRB の設立が1913年ですから100年間っていう単位で見るともちろん儲かってますさっきも言ったように現在で1200兆円国債なんかを持ってますけどその原資は信用創造です国債と引き換えにいくらでも米ドルをすれるわけです発行できるわけです こういうお金でアメリカ国債を買って利息ももらえるわけですからこんなに美味しい仕事はないです。これこそ最大の利権です。日銀の場合日本国債をたくさん持ってますけど令和4年の利息は1兆3000億円です。日銀の株式の55%は 日本政府が持ってますからこの利息は日本政府に返納してるんです。ここが FRB との大きな違いです余談なんですけど1万円札の印刷代が数十円だから残りは日銀の利益ですよっていう人がいるんですけどこれは間違いです。こんな利益どこにも計上していません。 むしろ銀行券製造費として、令和4年は500億円の経費を払ってます。では以上です。ご視聴ありがとうございました。